ろうそくの作り方。使用するバルーンはこちら。炎を作ります。160黄色に空気を入れます。12センチほどのバブルを作り、あまりはしぼませます。両端を結び、輪っかにします。片方の尻尾を切り取ります。160オレンジに空気を入れます。15センチのバブルを5つ。先ほど作ったパーツを合体させます。9センチのバブルを3つ作り、ひねり合わせます。同じことをもう1回繰り返します。15センチのバブルを作り、残りはしぼませます。たらこひねり同士を組み合わせ、4本組にします。黄色の輪っかを、4本組の中に突っ込みます。15センチのバブルを、2つのバブルの間に埋め込みます。反対側も同様に、両端を結び合わせます。尻尾の部分に結び目を作り、残りは切り取ります。360白を膨らませます。アップルリンクを行い、炎を360白につなげます。20センチのバブルを作り、あまりはしぼませます。
食材を作りましょう。260クロームカッパーを膨らませます。18センチのバブル、絞りひねり、13センチのバブル、口巻きとひねり合わせます。同じ作業を繰り返します。風船が足りなくなったら継ぎ足してください。同じ作業を計5回繰り返し、5枚花のような構造になりました。260クロームカッパーを膨らませます。輪ひねりを作ります。18センチのバブルを作り、輪ひねりと絡めます。13センチのバブルを作り、中心部分に絡め、余りはしぼませます。11センチのバブルを作り、隣の絞りひねりに絡めます。同じ作業を繰り返します。
一周したら、あまりはしぼませます。食材とろうそくを合体させます。これで完成です。お疲れ様でした。